6月4日、おじさまへ。今はとても忙しい時期です。上級生の卒業式は10日後で、明日は試験です。たくさん勉強して、たくさん荷造りしなければならないのに、外はとても美しくて、室内にいなければならないのがつらいです。でも構いません。もうすぐ休暇です。この夏、ジュリアは外国に行きます。これで4度目です。おじさま、物の分配は間違いなく不平等です。サリーはいつものようにアディロンダックに行きます。私はどうするとお思いになりますか？答えるチャンスは3度です。ロックウィローでしょうか？違います。サリーと一緒にアディロンダックでしょうか？違います。もう諦めました。去年で懲りました。他にありませんか？おじさまは頭が固いですね。ひどく反対しないと約束してくださるならお教えしましょう。私の気持ちは固まっていると秘書の方にはあらかじめ警告しておきます。この夏はミセス・チャールズ・パターソンという方と海辺で過ごし、この秋に大学に入るお嬢さんの家庭教師をします。パターソンさんとはマクブライド家を通じて知り合いました。とても魅力的な女性です。下のお嬢さんにも英語とラテン語を教えることになっていますが、自由時間もありますし、月に50ドルいただけます。途方もない金額だとおじさまも大思いになるでしょう。この額はパターソンさんからの申し出です。私からはとてもでもありませんが、25ドル以上はお願いできません。マグノリア、パターソンさんの住んでいるところです。で、9月1日まで仕事をして、残りの3週間はロックウィローで過ごそうと思います。センプル夫妻とあの人懐っこい動物たちにまた会いたいです。私の計画はいかがですか、おじさま。かなり自立し始めているのがお分かりになるでしょう。おじさまのおかげで私は自分の足で立てるようになりました。そろそろ一人で歩き出せそうです。プリンストン大学の卒業式と私たちの試験はぴったり重なっています。とても残念です。サリーと私は卒業式に合わせてここから逃げ出したいと思っていたのに、言うまでもなく全く不可能になりました。それではさようなら。どうぞ良い夏をお過ごしになり、休養をたっぷりとって、秋には新たな一年の仕事に備えて戻っていらしてください。これはおじさまが私に書いてくださるべき言葉ですね。おじさまが夏をどう過ごされるのか、どんなことをして楽しまれるのか、私には全くわかりません。おじさまがどんなところにいるか思い描けないのです。おじさまはゴルフや狩りや乗馬をなさいますか？それとも太陽を浴びながら考えにふけるのですか？いずれにしても、どうぞ楽しい時間をお過ごしください。そして、ジュディのことを忘れないでくださいね。6月10日、おじさまへ。これほどつらい手紙は初めてですが、これは私にとってしなければならないことだと心に決めましたし、後戻りするつもりはありません。この夏、私をヨーロッパに行かせてやりたいというおじさまの心遣いはとても優しくて寛大ではありますが、一瞬その考えにうっとりしてしまいました。冷静に考え直し、お断りいたします。大学の授業料をおじさまから受け取らないのに、楽しむためだけにお金をいただくのは、私には理屈の通らないことです。私をあまり贅沢に慣れさせないでください。人はこれまでに手にしたことのないものは、なくても寂しく思わないものです。けれども、一旦それは当然、彼の、あるいは彼女の、英語にはもう一つ認証代名詞が必要ですね。ものだと考えるようになってしまうと、それなしにやっていくのはとてもつらいものです。サリーとジュリアと一緒に暮らすのは、
私のストイックな哲学にはひどく厳しいものがあります。二人とも赤ちゃんの頃からものを持っています。幸せは当たり前だと思って受け入れます。二人とも欲しいものは世界が与えてくれて当然だと思っています。もしかしたら本当にそうなのかもしれません。いずれにしても世界は彼女たちに借りがあるのを知っていて、それを返しているように見えます。けれども世界は私には何の借りもないし、私は最初にはっきりそう言われました。私は世界から後払いで借りることもできません。なぜなら世界が私の申し入れを拒む時がいつか来るからです。まるで比喩の海であがいているようですが、言いたいことはお分かりいただけるでしょうか。いずれにしてもこの夏は家庭教師をして経済的自立への第一歩を踏み出すことが私にとってただ一つの誠実な生き方だと強く感じています。マグノリアにて4日後。ここまで書いたところで何があったとお思いになりますか。寮の部屋係がジャービーさんの名刺を持ってきました。ジャービーさんもこの夏は外国に行くそうです。ジュリア一家と一緒ではなく全く一人で行くそうです。ジャービーさんには女の子のグループに付き添う女性と一緒にヨーロッパへ行かないかとおじさまが私を誘ってくださったことを話しました。ジャービーさんはおじさまのことを知っています。どういうことかというと、ジャービーさんは私の父と母は亡くなっていて、親切な紳士のおかげで大学に通っていることを知っています。私にはジョングリア孤児院やその他のことをジャービーさんに話す勇気がありませんでした。おじさまは私の保護者で、完璧に筋の通った古くからの家族ぐるみの友人だとジャービーさんは思っています。おじさまのことを知らないことはジャービーさんには一度も話していません。あまりに奇妙ですから。ジャービーさんはヨーロッパに行くよう私に強く勧めました。私の教育に必要なことだし、断るなんて考えてはいけないと言います。それにジャービーさんは同じ時期にパリにいるから、時々付き添いの目から逃げ出して素敵で楽しい外国のレストランで一緒にディナーを楽しもうと言いました。おじさま、これには心をくすぐられました。もう少しで意志がくじけそうでした。あれほど有無を言わせない態度でなければ完全に気持ちが変わっていたでしょう。私は少しずつ誘われればその気になることもありますが、力ずくでは動きません。ジャービーさんは私が愚かで馬鹿げていて、理性に欠け非現実的で大馬鹿で頑固な子供だと言い、ここに挙げたのはジャービーさんの言った侮辱的な形容詞の一部です。あとは忘れました。何が自分のためになるか分かっていないと言いました。年長者に判断を委ねろというのです。もう少しで喧嘩になりそうでした。多分ほとんど喧嘩だったと思います。そんなわけで私は急いで荷物をまとめてここに来ました。渡ってきた橋が燃えるのを見届けてからおじさまへの手紙を書き上げた方がいいと思ったからです。橋はもうすっかり灰になりました。今私はここクリフトップ荘ミセス・パターソンの別荘の名前ですにいて、荷物はトランクから出し終えて、フローレンス下のお嬢さんですはラテン語の第一変化名詞と格闘しています。かなり厳しい格闘になることでしょう。何しろフローレンスはありえないほど甘やかされていますので、まず勉強の仕方から教えなければならないようです。フローレンスは生まれてからずっとソーダフロートよりも難しいものに集中して取り組んだことがないのです。崖の静かな一角を教室の代わりに使っています。ミセス・パターソンの希望で子どもたちを家の外に連れ出しています。目の前に青い海があって船が通るので、
正直なところ、私でも集中するのが難しい場所です。しかも、私があの船のどれかに乗って外国に向かっているかもしれないと考えたら、でも私は絶対にラテン語文法以外のことを考えるのを自分に許しません。前置詞は脱覚を支配する。お分かりでしょう、おじさま。私はすでに誘惑に目を向けることなく仕事に没頭しています。お願いですから怒らないでください。そして私がおじさまの優しさに感謝していないなんてお思いにならないでください。私はいつもいつも感謝しています。私にとっておじさまに報いるただ一つの方法は極めて役に立つ市民になることです。女性は市民でしょうか。法律上は市民権は与えられていませんね。いずれにしても、極めて役に立つ人間になることです。そして、私をご覧になったおじさまに、私はとても役に立つ人間を世に送り出したと言っていただくことです。素敵だとお思いになりませんか、おじさま。ただ、どうぞ誤解なさらないでください。私はよく自分は特に優れた人間ではないという思いに襲われます。一生の仕事の計画を立てるのは楽しいですが、かなりの確率で私は他の平凡な人とどこも違わない人間になるかもしれません。もしかしたら葬儀屋さんと結婚して夫の仕事の励みになるような人間になることだってありえます。心を込めて、ジュディより。